5月は、旧森岡藩の豪商。野号は鍵屋。鍵屋も平とも。長、沢道山事件で財産を没収された。森岡公屋町で、五福商、鍵屋を営む二代目、村井も平の長男として生まれた。城下でも、有数の豪商だった村井家は、名字立て脇を許されていた。1867年10月、兄、東一郎の死去に伴い、四代目。 村井も平の名を継ぐ。1868年、母親戦争で新政府軍に降伏した森岡藩は、軍資金7万両を要求された。藩は鍵屋に7万両を納めさせた代わりにおさ、沢鉱山の経営権を移譲したが、森岡藩と茂平との対策を調査した政府により、1871年8月28日、採掘権などの私有財産の差し押さえを受けた。 モヘイは異議を申し立てたが、裁断は覆されず、鉱山は、大倉大輔だった、井上薫の知人の意図商人、伊勢平良こと、岡田平蔵に払い下げられた。この件についてモヘイは諦めずに、秋田裁判所、司法省裁判所に訴え続け、井上薫に反発する当時の法務大臣、江藤新平の意を組む者等に利用され、世間に疑惑であると印象付けたが、 鉱山が模兵の元に戻ることはなかった。1873年6月10日、失意の中で死去、謎の死を遂げたと言われる。村井の長所や上申書は、事件発生から明治11年頃までの裁判関係資料として残されている。おさ、さは義国事件秋田健康法師、秋田、秋田の歩んだ明治100年第11回、1981年、 江藤新平と司法上、司法政策の政治的背景、笠原秀彦、慶応義塾大学法学研究会、法学研究ボリューム64、ナンバーワン。ありがとうございます。